吉田さん、なんか来年こそはって感じざるを得ない時期に入ってきたと思うんですけども、来年こそはっていうことは今年はもうそれに取り組まないっていうふうに思っちゃってるってことなのかなと思うんですよ。いや、もうあとね、今年も残りわずかなんで、もう一花、二勝負、三勝負やっていこうかなっていうふうに奮い立っていけばいいのかなと思うんですけども、ああ今年振り返ってみて、なんだかあれだな、来年こそはやるぞみたいに考えてる人って大抵もう休みモードに入って、今年は無理と思ってね、で来年もエンジンがかかるまでしばらく休もうかみたいな感じでね、結局なんか気がついたら12月の半ば過ぎてるんですよね。だからこの時期にあと100万200万いけないかなっていう風に感じるか、この時期にあと1人口説けないかなっていう風にね、恋愛でも思うか、この時期にあともう1回もう2回だけお父さんお母さんに会っておこうかな、声聞いておこうかなって思えるかどうか、まあその繰り返しでなんか時間っていうのはね、使えたり使えなかったりするのかなと思うんですよね。もうなんかまだまだ12月23日ってクリスマスもまだ来てないですよね。クリスマスもまだ来てないし、除夜の鐘もまだ聞こえてないというところで、まだまだできることはある、打つ手はあるんじゃないかなと思いますよね。来年のためにどうこうっていうのもありますけども、今年をどういうふうに締めくくっていくかとかね、今年は12月31日の最後の1秒まで続くわけですから、じゃあ12月31日の深夜23時59分の1分1秒と1月1日のね、スタートしてからの1分1秒、これどっちが価値が高いのか低いのか、どう価値を高めるか低めるのか、もうそれは自分次第ですよね。来年が来ることをただぼーっと待っているんだったら、その時間は死んでしまいますよね。でも来年が来るまでにここまではやっておこう、できるとこまで追求しようとかね、あと1本動画撮っておこうとか、なんかいろいろ思えることがあると思うんですよ。ちなみにね、今朝広島市内かなりの雪害で45センチ積もるようなところもあったみたいで、電車も止まってね、で高速道路も当然動かないんですよ。でその情報っていうのは昨日っていう深夜3時ぐらいに私のところに広島地方気象台から入ってきたんで、まあその瞬間その模様を動画にしますよね。再生されるかどうかなんて分かんないですけども、これは知らせておかないとって思うわけですよ。で出勤を控えてる方はそういうの難しいでしょうから、出勤がない私の役割なのかなと。まさに第一情報ですよね。それは誰でもいいわけですよ、第一情報を知らせるの、もしかしたら YouTube にポーンとポップアップが上がって、私の口から今日すごいことになってるよ、雪がすごいよってなるのか、それともニュースサイトをこうやって検索してあちこち行って、あなんだ今日はすごい雪じゃんっていうふうに知るのか、まあ、ですよね。だから第一情報を何で掴むか、今は多分ね YouTube で第一情報を掴む人が多いんじゃないかなと思うんですよ。朝起きてログインするのがまず YouTube だったりとかっていう方も多いのかなと思うんでね、まあ、少しでも一人でも役に立つためにはそういうのを知らせておかないとなと思いますけどね。はい、じゃあまあそんな感じで今日もスタートしていきましょうか。タイトルなんだっけね、いってらっしゃい。